今日はありがとうございます。衆議院の予算委員会大詰めということで、塩川哲也議員と私が分け合いながら、今日のテレビ質問をやらせていただきました。私の方は安保法制、戦争法は廃止しかないという立場で、特に今問題になっている南スーダン、非常に緊迫した情勢であるということについて明らかにしながら、そしてそういう中で、海底 PKO 法、安保法制、戦争法の下で、自衛隊に新たな任務を付け加えようとしていると、このことの危険性について明らかにする質問をしました。やってみて実感したんですが、まず南スーダンの情勢というのが、つい先週もマラカルという北東部のところで、大規模な衝突があって、それが国連の住民保護キャンプの中であって、そして政府軍がそこに介入をし、18人と言いましたが、報道されていましたが、外務大臣はもっと多いという数字を言っておりましたが、多くの人が殺され、そして怪我人が多数出るという事件があった。これは決して部分的局所的ではなく、今南スーダン全土にわたって非常に治安が悪い状況、危険な状況があるということについても具体的事実をもって示したわけですが、総理大臣、外務大臣の答弁というのは、いやいや、そんな大したことないっていうほどは言わないんですが、そこまではいかないというか、首都ジバの方は平穏であるかのように言ってみたり、しかしそこでもいろんな問題が起こっている。そしていまだに去年の8月の和平合意があった後、新しい政府作ろうという動きでまだできてなくて、反政府派だったマシャール副大統領が首都ジバにまだ入れないと、治安が危なくて、こういう状況にもあるにもかかわらず、そうした危険な状況というのを率直に認めようとしないということを非常に感じました。そこを認めちゃうとですね、今南スーダンに送っている自衛隊、これもう帰ってこなきゃいけないということになってしまうので、絶対そこは向こうも言わないんだなとごまかしていると。しかしどんなにごまかそうと、現実の危険性というのは覆い隠せない。そこに自衛隊が行って、そして安保法制、戦争法の下で新しい任務で駆けつけ警護とか安全確保業務ということで、他国の軍隊などの部隊を救出するとか、それも武器も使えるようにする、任務をやるために邪魔するのであれば武器も使うと、こういうことがいかに危険かということを正したつもりであります。今日はその質問の中でやったのが、この防衛省の資料なんですが、 PK 法改正に向けた検討、緊急時の文民等の保護に係る自衛隊の対応ということで、平成24年、今から4年前ですね、3月27日、防衛省という、この文章を使いながら正していきました。私もこれ、入手して非常に、驚いたというか、怒りを持って見たわけですが、この PK 法改正にあたって、具体的にどこまでの対応を想定できるかということで、書いてありまして、そしてその中で、実力行使による救出をする、強行突入、人質奪還などをやるということで、そういうことが書いてあってですね、なんとその中で、今日も具体的にこの点を明らかにしましたが、イメージ図というのがあって、実力行使を伴う救出の流れ、イメージ図ということで、6段階にわたって、この作戦をやるということが書いてあります。一つは、突入鎮圧開始前までは努めて隠密に行動。第2番目に、必要により敵監視要員を狙撃射殺して、突入部隊の突入鎮圧を容易化する。そして3段階目に、突入口を形成して努めて複数方向から突入する。そして4段階目に、状況によって回転翼機を空から飛ばして、それを活用して上空からも突入する。5番目に、突入後は迅速に敵を鎮圧して人質を救出する。そして6番目に、第一線救護ということで応急措置をする。で、そういう作戦を今日大臣も認めましたが、自衛隊の特殊作戦部隊というのが担っていくということでありまして、こういう検討してたのかって言いましたら、いやいや、まだ訓練がまだできてないので、具体的にはどうするかというのがありますが、さまざまな検討はやっておりますと、この検討をやってきたことについて否定しなかったということであります。そして重大なのは、今申し上げたように、
なんていうんですかね、狙撃射殺をやるっていうことが前提になっていて、この今回の検討文書の中には、さらに、はっきり書いてあるんですけれども、実際の作戦は、武装集団を射殺することも愚か、ことは愚か、万が一失敗すれば、文民等、つまり民間人などを死亡させるリスクもあると、ここまで書いてあるわけですね。南スーダンで言えば、今、政府軍によって、あるいは反政府勢力もそうですが、少年兵まで駆り出されている、子どもたちも、そうした衝突の現場にいて、武器持ってやってるという状況で、まさにそういうところに自衛隊が今度の戦争法に基づいて、作戦を組んでいくとなれば、そしたら武器も使える、そしたら、向こうが狙ってくれば撃ち返す、あるいは、救出するために、そうした武器も使っていくということで、武力を行使するということになってくるわけです。本当に重大だと思いました。安倍首相自身もこの問題については、まともに、いや、そんなことは絶対やらないということは言わないし、やはりどこまでどうやるかということは、いろいろ検討するんですというようなことで、言うにとどまっているということでありましたので、改めて今日の質問を通じながら、今、国民の皆さんの中で、戦争法廃止の2000万署名が大きく広がっている、そして官邸前でも全国でも、国会前でも、戦争法廃止だと、立憲主義取り戻せという大きな運動がさらに広がっている中で、やはり、この安保法制戦争法は廃止、そして集団的自衛権行使容認した7月1日の一昨年の閣議決定は撤回させる、民主、共産、維新、そして社民、生活、野党5党が共同提出した戦争法廃止案を絶対にこれは審議させて成立させたいという思いを新たにしました。最後になりますけれども、私質問あって塩川さんが質問しているときに委員会室に座っておりましたら、隣にいた議員 などからですね、共産党の質問の時は静かだよね、委員会室がと。そうなんだよねってまた別の議員がですね、共産党は立派だからやじれないんだという話もありましたが、やはり私たち本当に、国民の皆さんの怒り、そしてこの世の中本当にどうしたらいいかということでの、やっぱりそういう展望も共に語り合いながら、この政治を変えて、そして希望ある一歩を踏み出すということで、ご一緒に頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。